釈迦岳トンネルを抜け構内へ侵入する機動車。写真手前のレールは使われていない。筑前岩屋駅は、福岡県朝倉郡東方村大技報酬山にある、九州旅客鉄道北彦山線の駅である。2017年7月5日の九州北部豪雨で、大きな被害を受け休止中である。以下、突起ない限り、被災前の状況を記す。九州北部豪雨で被災した、駅構内。 列車が発着していた線路は土砂に埋まり、ホームの一部が崩壊し、ホーム上の速度制限解除標識が折れている、短式ホーム一面一線を有する地上駅。もともとは、島式ホーム一面二線だったが、駅舎側の線路は撤去されており、使用されているのは一線のみである。ホームから駅舎へは、この使われていない線路を、校内踏切で渡る。 駅舎は1997年にできたもので、消防団の倉庫と構築。近くの岩屋神社を模した木造平屋建建築である。改築前は山小屋風の駅舎だった。無人駅である。岩屋神社本殿駅脇,脇には、北彦山線、釈迦岳トンネルの湧水が引かれており、これを組むことができる。この湧水は、元は旧国鉄が蒸気機関車の給水用に、 トンネルの掘削時に湧き出した地下水を引く導水管を敷設したものである。その後2003年に地元の宝手山村が給水場を整備した。当初は誰でも自由に組める湧水であったが2008年に環境省が平成の名水百選に選出したことで訪問者が急増し悪質な霊物を掘出したことから2009年12月より有料による 自動給水装置での供給に変更されている。大工バスは、彦山駅との間に、宝や山庁舎前、小石原庁舎前の停留所を設置している。ありがとうございます。